しいです。いやー、今日はですね、20歳になったヤグスさんはですね、ベトナムにやってまいりました。ここはベトナムのファンテット、すっごい暑いです。あの、日本とね全然違うんで、じりじり来てます。じりじり、すごい。いや、すごい。ちょっと冒険しに、今日は街を探索しに行こうかなと思っています。じゃあレッツゴー、行きましょう。横断歩道ないですよ、大丈夫ですか？怖いよ、ほらほら、怒られそうですよ。え、道のど真ん中ですよ。本当に？先ほども言った通り、矢口は20歳になりました。やっと大人の仲間入りです。その記念といってはなんですが、今回矢口はベトナムに一人でやってきました。今しかできないこと、感じられないことっていっぱいあると思います。生まれて初めての一人旅、たっぷり楽しもうと思ってます。ん？すぐすぐ OK？ OK。あ、勝った。あ、氷砂糖でした。合ってた。あ、すごい、これでかいですよね。綺麗。いつものスタジオと全然違う。すごい。あ、なんかこれの中から選べるって。あ、じゃあもうせっかくなんで、あの端っこの背景画で。あれ、選べないんだ。ちょちょこちょ。なんか緊張するな、逆に。そうですね。あ、こっち見て。あ、決められるの。ちょっと待って、ちょっと待って、どっち向き。こっち向きってことですか？なるほど、本当恥ずかしい。ソーリー、いいですか？はい、お願いします。あ、こっち向きで、はい。あれ、おしまい。このまま来たままで大丈夫ですか？来たまま。来たまま。大丈夫ですか？ちょっとちょっとピンチです。本当に。まだ測ります。やっぱり結構いろんなところを測りましたよね。わ、すごいすごいすごい、ほら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 、こういうやつ。とりあえずこうやってやっとけばいいのかな。絶対違うよね。大人なんだから、ちょっとおしとやかにしちゃった。わ、すごいすごいすごい、めっちゃ飛んできた。これじゃないですか？はい、そうです。これ花火ですよね、これ。パチパチって言いません？これに火をつけて、
てもらっちゃった。ちょっと動かなかった。ありがとう。ありがとうございます。これすごい。なんか楽しそう。叩きたい。やってもいいです。テーブル高いね。ジュース飲めない。あ、うまい。本当美味しい。すごい。本当バカスだよね。なんかこんなプールサイドでジュースみたいな。12人じゃありえない話だよね。うん。本当美味しい。いいね。超いいね。でも奥行って戻れなくなったらどうしよう。気持ちいい。最高。すごい。すごい。落ちたかな。すんごい、結構いい感じですよ、ほら。落ちるよ。